はいどうも皆さん、こんにちは。木戸です。なんだっけ、そう、サトウキビ畑を、とりあえずピストンを設置して、あと上に、チェストに余りまくりの、まだまだいっぱいあるよ、尖れたサガンを置いたんで、あれやね、あとはレッドストーンを、回路を作るだけ。ボタン。ボタンどこにしよう。真ん中かな。で、よっしょ。この辺かな。で、あ、リピーター足りんな。4,5,6,7,8,9,10,11 か。暗くなってきたから早めに寝よう。あ、そうだ、明かりをサトウキビ畑を出させてって。シュルームライト、こいつを明かりとして設置しよう。いやでも足りんな。うわ、いい、ちょっと鶴橋が優秀すぎる。鶴橋が優秀すぎるとまた破壊しちゃうからね。ここにレッドストーンを置けたような場所が、よし、置ける。シュルームライト取りに行くか。もうあるのは分かってるから。でそのついでにクォーツの柱の材料も取って、どっちがついでなんだか、どっちも本命や。こんな感じで置こう。手軽さで言ったらグローストーンの方がいいんだけど、やっぱスカンのような、あの粒々感。
こらで一回レッドストーンリピーターを、いやもうこれくらいでいいかね。で、あ、そうか、ここもシュルームライトを、どの感覚で置きゃいいんだろう。まあ、でもここにあるから普通にこっち側の列に合わせればいいか。あ、でもこの角っこ、角っこにも、よいしょ、こんな感じで2345678910111212、こんな感じ。一緒。ちょっとレッドストーンリピー、レッドストーンもレッドストーンリピーターも。足りてない。レッドストーンはまだあるよな。リピーターを作るのにちょっと石を焼かんと。どうしよっかな。でももうし、足りてないからな。足りてないから、やっぱ、取りに行かんとね。しっかり育ってくれている。こんだけしっかり明かり設置したら多分だいぶ明るくなる。しまっといて、どうしようかな、どうしようかなって行くんだよ。ネザー行こうぜ。ちょっと装備がな、火炎耐性、足にだけ火炎耐性ついてるけど、落下耐性ちょっと不安はあるが、いや、でも大丈夫だ。行こう。ちょっと、余計なものは置いといて、いっぱいだな。この辺でもいいや。とりあえず。
りあえず余計なものは置いておく。よし、行くか。久しぶりに入ったけど、相変わらずなんか、うわー、くるくるする。シュルームライトが欲しいです。慎重に行こう。俺が目指したいのはどっちだっけ？この松明をたどっていけばいいか。えい。ちょっとあんま火炎耐性ついてないからね。怖いんだよ。ポーションを持っておくべきやん。ポーションを作らんと。よし。また降ってきた。どこや。どこ行った。上。マグマ、なんだっけ、マグマクリームだっけ、はありがたいんだけど、ちょっとこの辺もしっかり埋めておきたいな。ちょっとつるっといったらダイブすんのはもうほんま嫌。あ、ちっちゃいのがわちゃわちゃいる。慎重に。オッケー。エンダーさんもいるね。エンダーさんがめっちゃ寄ってくる。かぼちゃをかぶっておくべきだった。で、こっちは、あ、エンダーさんのとこにもあるね。
頼むからワープしてこないでくれよ。これはシュルームライトが欲しいだけなんです。お、いっぱいある。こんなもんかな。いっぱいあるやん。よし、回収。せっかく拾ったの。取りこぼしないかな。おお、危ねえ。ちょっと足元も気をつけんとな。他にあった。この辺明るいってことはあるよね。お、金。怖いけど楽しい。ネザーめっちゃ怖いけどやっぱ楽しい。この緑の木、緑の木使って、なんだろう、なんか作れんかな。21、ちょっとまだ足りん気がするよ。でもエンダーマンいて怖いよ。ここもいっぱいある。うわあ。もう本当怖いんだって。この辺はマグマ邪魔くさいな。せっかくマグマを止めたのに焼いてしまった。これは完全に俺のミス。あ、エンダーさんいっぱいいるけど、いっぱいいるし、不思議な作りになっ
って落ちるのも怖いけど、ちょっとこの「ラピュタゾーン」いっぱいある。ちゃんと拾えてる？どっか引っかかってない？怖いなあ。適当にうろうろしてきちゃったけど、ちゃんと帰れるか。ガストもいる。できるだけガストの死角になるように。どこにおるかもわからんけどな。どっちに行けばいいかな。43、多分シュルームライトはこれで足りとるはず。問題は帰り道だが、俺はどっから来た。またもしかして帰り道がわからないパターン。とりあえずマグマダイブは避けたい。金めっちゃ取れる。クォーツブロックも、タイマーついるね。マグマにだけは注意して、よし。うーわ、そんな寄ってくる。ついでにこのつぶつぶグロウストーンも取っとく。そんなにいっぱいなくてもいいかな。
さて帰り道がわからんが、こっち側じゃないということがわかった。別方面の、どんだけうろうろしたん？そんなに上がったり降りたりはしてないと思うんだけど、してたんかな。BGM がめっちゃ不穏。ライトをかき集めることに必死になりすぎて、全然こう帰り道を考えてなかったのが敗因ですね。いやでもなんとか生き延びて、こんだけ収穫したらしっかり生き延びて帰りたい。わあ怖い。こういう穴怖い。でもこの辺シュルムライトが残ってるってことは、逆に俺来てない。俺はこの辺はうろうろしていない気がするぞ。いろいろ、いろいろ取りたくなるけど、落ちて、ここも危ねえ。いろいろ持ち帰りたいけど、早く帰りたさもある。ドキドキですわ。いやー帰り道はわかんねえなー。でも収穫はめっちゃ多いなー。これで帰れないお家はね、本当にね、怖いんだわ俺ならやりかねん。
いや、でもこんなとこ絶対通った覚えないもんな。マジここどこ状態や。逆に下から、どっか、上にもエンダーさんいる。ああ、そこの金を取りたい。これ以上先に行っても絶対ここ違うからな。やめとこ。お家に帰るまでがネザーです。もう一段ぐらい上に。多分下の方に降りすぎてる。もっと上方面を目指していった方がいいのかな。ここはさっき通ったとこやね。上に上がりたい。上側に行く道。よし。わあ。いやでもシュルムライトも1スタック以上は取れてはいるのよな。どこだ？いいか？こっちが
松明ある。よし。帰れるぞ。俺は帰れる。大丈夫。こっちか。よっしゃ。何この穴。こういうのも怖いから塞いじゃおう。いい安全。よっしゃ、安全第一。あった、ネザーゲート。よし、ちょっとこっちも塞いどこ。お家に帰れるぞ。いやー、大収穫。やっぱドキドキっすね。あ、夜になってら。まあ時間がもうだいぶ過ぎちゃってんで、今回はここまで。次回も完全に完成させれそうかな。本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。